人生にサプライズをまこなりです。超具体、誰でも面白い話ができるコツトップ10を紹介していきます。あなたの話面白いですか？面白いとまで言うと言い過ぎだけど、つまらないとも思っていない、それがあなたの答えでしょう。だけどはっきり言います、あなたが毎日当たり前にやっている話し方をさらに良くすることができれば、間違いなく人生が好転していきます。話が面白い人になれば一体どんないいことがあるのか。例えばただ話すだけで周りの人がファンになっていきます。自分の能力、実績を超えたチャンスをもらうことができるようになります。人と会うのが怖くなくなります。情報発信でフォロワーを増やすことができるようになります。話し方が上手いだけで人生のチャンスはどんどん広がっていくんです。私が今日まで YouTube 活動でやってきたことは、簡単に言えばカメラの前でこうやって座って話すだけです。もともと有名人ではなく一人語りのトークだけで、この規模の YouTuber として活躍している人はあまり多くないはずです。そんなトーク一本でここまでやってきた私が、一体どんなことを考えながら話をしているのか、どうやったら普通の人も面白い話ができるようになるのか、コツをすべてこの動画でお伝えします。これからお伝えするコツは、私が人生をかけて学んできた話し方のコツをギュッと凝縮してまとめたものです。この動画を最後まで見ればあなたの話面白くなります。すべて変わる魔法ではありませんが、以前よりは確実に話が面白くなります。これから AI によって人がやっていた決まった答えがある仕事はどんどん置き換えられていくでしょう。そんな時代の中で専門性の高いスキルの価値は下がり、コミュニケーションの価値がますます高まっていきます。あなたの話し方の重要性がますます上がっていくということです。この動画をあなたが毎日無意識にやっている人との会話のレベルを1個上げるヒントにしてください。これからコツを話していくにあたって一つ重要な前提を話します。今回お伝えする面白い話をするコツは、特に使う場面は限定せずに人と話す場面全般でお伝えしていきます。厳密には話すといっても、こういうスピーチだったりビジネス会話だったり雑談だったり面談だったり、場面によって目的や話し方は異なるんですけど、今回の面白い話のコツは特に使う場面は限定せず人と話す場面全般で使いやすいコツを選びました。では超具体、誰でも面白い話ができるコツトップ10スタートです。面白い話ができるコツ第10位、失敗エピソードを話す。他人に自分のエピソードを話すときは失敗談だけにしてください。つい人が雑談でやりがちなテーマは、最近あった良かった話、うまくいった話、贅沢した話、もっと具体的に言えば最近行って良かった旅行の話、うまくいってるプライベートの話、のろけ話、ちょっと贅沢して美味しかったレストランの話、運よく結果が出た仕事の話、こういった話はねダメです。こういう良い思いをした話は自分が話すのは楽しいんですけど、話を聞かされている側はあまり面白くありません。悪気はなくともマウントを取られているような気持ちになってしまうからです。人に何かをお勧めするときやセミナーで権威付けをするときなどは除いて、他人に良かった話を自分から語り始めるのは今後やめた方がいいです。ただのマウントにしか聞こえません。あなたが話すべき話題は失敗談です。そんな面白い失敗なんてないよって思った方、大丈夫です。必ずあります。人から見て恥ずかしいことをやってしまった話、自分がうっかり勘違いしてやらかしてしまった話、調子に乗って勢いよくやって失敗してしまった話、1、2週間のことを思い出せば必ず何か失敗してるんですよ。私の最近の失敗談はおまけトークで話します。でこの失敗談っていうのは人生の貴重な有限なリソース、ネタなんで、全部メモっておいて話せるようにしておいてください。みんな失敗って話したくないんですけど、これをためらいなく話せる人は強いです。私の部下の女性が最近韓国で整形したらしいんですけど、注射の針を目の近くに打つときに目が失明するかもと思って怖くなって、その場で失神したそうです。失神するだけならいいじゃないですか。失神してかつ失禁したんですよ。その手術台がびちゃびちゃになったそうで、韓国からすぐそのエピソード語ってくれたんですけど、しかもねしばらく誰も言ってないのに自らの意思で自分のチャットのアイコン名を失神と失禁をかけて失禁神にしてました。誰も強制してないですよ。こういう恥ずかしい話をネタにできるって強くないですか？こういうのね、人に話せる人って好かれるし、かっこつけない自然体でいいなと思いました。面白い話ができるコツ第9位、滑った時の切り返しを暗記しておく。やっぱね、面白い話に滑るはつきものなんですよ。私もなるべく普段からね面白い話しようとするんですけど、10回なんか面白いだろうと思って話をしたら 2,3 回は大ヒットして、6回はまあヒットで 2,3 回は滑りますね。でもねこれ仕方ないんですよ。絶対に滑らない人なんていなくて、打席に立つとね空振りするんです。空振りしたとしても1回でもホームラン打てれば全て帳消しにできるぐらい場盛り上がるんでいいんですよ。
やった方がいいけど、滑るということも覚悟しておかないといけない。みんな滑るのビビりすぎです。なんでビビるかっていうと、対処法を知らないからですよね。滑っちゃった時にどういう風に切り返すのか、私がよくやってる滑った時の切り返し方3つあなたに伝授します。明日から使ってください。まず1つ目、これはセミナーで私がよく使うんですけど、セミナーの中でだいたい鉄板ネタがいくつか入るんですよ。ここは笑うとこだろうと。けど会場とかその日の話し方によってはしんとすることあるんですよ。その時にここ笑うところです、真顔で言います。ここ笑うところですよじゃなくて、あ、ここ笑うところです、さらっと言います。これ言うとね、だいたいドッと笑いが起きます。これ結構いい言葉で、本当に面白くなかったとしても、それに対してここ笑うところだよって言ってるのは滑稽なんで、それはそれで面白くなるんですよね。あと単純に空気が硬くて面白いと思ってんだけど笑えてないって時、その時ももちろん聞きます。これは次の切り返し方。これ私が経営者の飲み会の自己紹介でちょっと滑っちゃった時に言いました。すいません、今の1週間かけて考えてきたネタなんですけど。では次、最後おすすめの切り返し方。これはね、友人とかと飲んでて完全に滑った時に使います。いや、危ねえ、俺じゃないと滑るところだったわ。完全に滑った時ほど有効です。で、滑った時の対処法番外編として、すいませんでしたと言って酒を飲む。これ最近私の友人がよくやってるのを見て、これなかなかいいなと思って取り入れてます。ノリが完全に飲みサーなんですけど、まあそんなテキーラ一気してるわけじゃないんで、ちょっとね一口飲むだけでも場の雰囲気がほぐれていいですよね。とにかくポイントはですね、潔く認めることです。恥ずかしそうにしない。恥ずかしがってるのが一番滑った状態を悪化させるんですよ。あ、やべえ、この人頑張ったのに滑ってる、気まずいってみんなが思っちゃうのを潔く早く認めることで場の空気をとにかく良くする。なんでお前滑ってんだよってブチ切れる人いませんから、安心してください。滑ったら潔く認めましょう。面白い話ができるコツ第8位、人と会うときは話すことを事前に作る。面白い話は準備で決まります。人と会うときは必ず準備してください。カッタリーナちゃんと準備しても意味ないよみたいな田舎ヤンキー発想は 100% 間違ってるから、一生そんなこと言わないでください。私いつも強調して言ってることなんですけど、シンプルな世の中の法則に従う方がいいですよ。へりくつを作り上げてはいけません。準備をたくさんした方が良い結果が出る。シンプルですよね。それに従えばいいんです。この動画も私準備なしでもできますよ。タイトルだけ決めてトップ10話せますよ。けどね、レベルが落ちるんでやりません。私たちが普段目にする YouTube の動画、テレビ、そういうのでなんとなく映像を見てると、みんな楽に面白いことをね、話しているように見えますよ。実際はテレビも YouTube も死ぬほど編集してつまらないところ全カットしてます。撮り直しもしているし、テレビであれば放送作家ががっつりシナリオを決めているのも普通です。事前に入念に打ち合わせもしてます。高いクオリティは準備によって成り立っています。それは会話も同じです。あなたはこれから人と会うときは質問を3つ用意してください。でもみんなやらないんですよね。質問なんて用意しなくても別に会話なんてできるしと、ノー準備で会います。その結果起きることは何か、自分が話したいことだけを話しまくる、これです。面白い話っていうのは相手が興味あることと自分の興味があること、この重なるポイントになります。興味が重なるポイントを見極めるためには、まず何よりも先に相手に話してもらうことが必要です。あなたが面白い話をできるようになりたいんであれば、先ほども言ったように人と会う前にあなたが相手に聞きたい質問を3つ用意してください。用意してないなら相手と会ってはいけません。私は誰かと会うときは基本質問を用意してます。なぜそうするようになったかというと、私がこれまで出会った一緒に働かせていただいた優秀な経営者の方でそうしてる人が多かったからです。ある1000億円規模の会社を作った創業経営者は、当時学生の私に対して質問を用意していました。なんてすごい人なんだと感銘を受けたので、私も真似しています。もちろんね、いきなり質問攻めをすると圧迫感があるんで、その場の雰囲気を見ながらカジュアルに質問していきましょう。質問されるってすごい嬉しいことなんですよ。皆さん想像してほしいんですけど、まあ、あなたが A さんとして、すいません、 A さんに今日絶対聞きたいと思ったことがあるんですけど、お時間もらえますか？嬉しくないですか？自分の意見を求められるというのは、自分という人間を認めてもらえているという存在承認のメッセージになります。人と会う時に質問を3つ用意する、これを徹底するだけであなたの人間関係は全て良くなっていきます。家族関係、パートナーとの関係は最高になります。上司と部下は強い信頼関係ができて、友人とは全て親友になります。そりゃそうです。会うたびにあなたの意見には価値がありますという存在承認のメッセージを与えるんだから、そんなことしてくれる人は人生にいません。でも私たちはこの質問を用意するがなかなかできません。特に付き合いが長い人ほどできない。付き合いが長くなるほど、もう相手のことは全部分かっていると、聞かなくても分かってますよと思ってしまいがちなんです。そんなことは一生ありえません。私はよく人間関係の相談を受けますけど、不仲の原因、すれ違いの原因は対話不足です。表面上はね、みんな会話してるんですよ。口では良い関係にしたいと言ってる、
けどね、相手に興味を持つことをやめてしまってるんですよ。長年一緒にいるからこそもう分かっているっていう思い込みがある。あなたもきっとそうだと思うんですけど、新しく会った人には良い印象を残そうとみんな頑張るんですよ。難しいのは付き合いが長い人です。もしあなたが近々誰かとご飯に行く予定があれば、質問を用意してみてください。あなたに聞きたいことがあるんだよねと言ってみてください。今までとは全く違う時間になるはずです。面白い話ができるコツ第7位、斜め上の比喩表現をさらっと言う。話を面白くする上で一番簡単な方法は比喩表現を使うことです。日常で起きる出来事はそんなに面白いネタばかりではありませんよね。だからどう伝えるかの方が大事です。例えば面白い比喩表現の例をこれから紹介しようと思うんですけど、この流れで紹介する面白い例ってもうね、積んでるんですよ。面白い例とか言っちゃってるんで、緊張と緩和が生まれなくて絶対面白くならないんです。いや、そもそもつまらないって話もありますけど、一旦ね、ここは温かい目で見守ってください。私がこれまで使った自分では面白いと思っている比喩表現です。オリンピックが1年延期になって男子バスケ決勝を見ることができなくなった時、私はこう言いました。ショックすぎて家で膝から崩れ落ちて、床突き抜けて1階でマンションの管理人と目が合いました。とても美味しいおすすめのドレッシングに対して、落ち葉にかけてもうまいドレッシング、これはあのバズレシピのリュウジさんにも採用していただきました。私が大好きな激辛麻婆豆腐に対して、間違ってマラソンの給水所で配られても飲むくらい好き。待ち合わせに遅れてる友人に対して、めっちゃ待ったよ、ハチ公家に帰るレベルだよ。普通の人はもっと誰でも使う表現を使います。オリンピック延期で絶望した、美味しいドレッシングに対してめちゃくちゃうまいバカうまい、好きな麻婆豆腐に対して病みつきになる、待ち合わせが来ない友人に対して遅すぎる。こういった誰でも使う表現っていうのは何一つ面白くありません。話の全部を比喩にするとくどいんですけど、何かもっとうまい言い方にできないか常に考えてみる価値はあります。これ私もよく使っている比喩表現、使いこなすポイントは4つあります。まず1つ目、斜め上の表現を選ぶこと。ここで言う斜め上というのは、一言で言えば予想できないまさかの展開です。ちょっと大げさの方がいいです。大げさの方が相手が突っ込んでくれる余白を作ることができます。この予想外の斜め上の話をするには連想ゲームをしていくのが大事です。激辛麻婆豆腐好きだからもっと食べたい、飲み物のように食べられる、飲み物が最も欲しくなる場面、マラソンの給水所みたいに連想をつなげていきます。注意としてはニッチすぎる表現は気をつけてください。特にやりがちなのはアニメ漫画で例えること。これ私もよくやっちゃうんですけど、アニメ漫画で例えるのはそのアニメ漫画をとても好きな人たちでやるならいいんですけど、結構知らない人が多くてポカーンってなること多いです。比喩表現を使いこなすポイント2つ目、滑稽な場面がビジュアライズされること。もし私の言うアクションプランを実践してうまくいかなかったら、お詫びとして上裸で渋谷の道玄坂をブリッジで駆け上ってそのまま交番に入る動画を上げますみたいなことを言うと、滑稽なイメージが映像として頭の中に湧きますよね。だって面白くないですか。私が上裸でブリッジして道玄坂登ってるんですよ。面白いですよね。そんなやつ見たことないですよね。そのまま交番に入るんですよ。面白いですよね。これポイントはビジュアライズされるように具体的にこの情景が浮かぶように話すことなんですよ。それがクスッと笑わせるポイントです。比喩表現を使いこなすポイント3つ目、言う時に一切笑わないこと。別に私はお笑いは語れないんですけど、これだけは言えます。ボケる時にニヤニヤ笑っていると滑ります。だってニヤニヤ笑いながらボケを話すと、これ面白いだろうっていう感じが出てしまうんですよ。でそういう創意工夫のある話し方をしているとどっかで滑るんですよ絶対。でその滑った時にこれ面白いでしょっていう感じで話しちゃってると、やっぱりね痛い感じになっちゃうんですよね。だからこういう比喩表現っていうのはもうさらって言った方がいいですね。比喩表現を使いこなすポイント4つ目、滑りながら練習をすること。比喩表現をする時に素早くこう連想して面白い例えを見つけてくるってトレーニングが必要です。やっぱやればやるほど上手くなっていくんですよ。今回の話で誤解しないでほしいんですけど、私みたいな話し方をすると面白いよって言ってるわけじゃないんですよ。私は私の色があって、まあ、こなり社長っぽい話し方があるんですよ。たまに真似されてる方いますけど、皆さんのキャラクターに合った皆さんが面白いと思う喋り方があるはずです。それは繰り返しの練習によって自分のものにしていけるので、今度から人と話すときはなんか気の利いた返し方ができないかなと、あなたなりの表現を考えてみてください。滑ってもいいんです。滑ったらね、滑りました、飲みます、滑りましたコーヒーおごりますでいいんですよ。ぜひ失敗を恐れず比喩表現を使う練習をしてください。面白い話ができるコツ第6位、相手に問いかける回数を増やす。最近は以前に比べてあんまり聞かなくなったと思うんですけど、テッドってあるじゃないですか。世界のすごい学者さんとか権威のある人とかが自分たちの知見とか気づきとか考察とかをプレゼンするんですけど、そのテッドで上位25個の人気のあるプレゼンテーションを分析したところ、次の3つの特徴があることが分かりました。笑いを取ってる、拍手や歓声を集めている、そしてこの最後重要です、問いかけが多い。この問いかけを増やすってめっちゃ大事なんですよ。こういうスピーチでも大事ですし、仕事の会話でも
も大事ですし、雑談でもどんな場面でも大事です。私も今回この動画最初覚えてますかね、あなたの話面白いですかから始めています。しかも今私無意識になんですけど、覚えてますかねって言いましたよね。人に興味を持ってもらう話をしようとすると、自然と問いかけが出るんですよ。この問いかけには2つのメリットがあります。1つ目、感情的な納得感を増やすことができる。こう思いませんでしたって問いかけることって断定してないんですよね。私はこう思ったんですけど皆さんはどう思いますかっていうメッセージですよね。私は押し付けるつもりはありません、あなたの考えを尊重したいですっていう譲歩の姿勢なんですよ。絶対こう、これは正しいって言われるよりも、こう思いませんかって言われた方がマイルドになりますよね。で、人間が納得するときって論理と感情両方が大事なんです。私みたいなタイプの人間はかなり論理を優先した話を聞けるので、まあ、感情的なところはだいぶ排除できるんですけど、世の中のね、大半の人たちは9割以上の人たちは感情を大事にします。どんなに論理が正しくても感情的に納得できなければ毛嫌いされます。毛嫌いされる一つの原因が断定です。断定は時には力強いメッセージにもなりうるんですけど、やりすぎると嫌悪感が生まれてしまいます。問いかけることによって、皆さんの意見も尊重したいと思ってますよというメッセージを示して、より感情的な納得感を増やすことができます。問いかけのメリット、2つ目、相手に考えさせることができる。私昔社内向けにセミナーをしていて、すごい印象的な出来事があったんですよ。その時私は論理的思考力について教えていて、社員の方がうんうんと聞いてたんですよ。最後今日の話を復習している時に、その復習のねスライドを出さずに、今日3つ大事なことがあったと思うけど、この3つ言ってみてってある人当てたんです。その当てられた人はドキッとしてましたけど、その3つちゃんと言えました。ちゃんと話を聞いてくれていたんですね。でその次に私は自分のやっている業務に当てはめて、今回の3つのポイント説明してみてと聞いたんです。そうしたところうまく説明できませんでした。苦し紛れに回答していたんですけど間違っていました。その社員は私の言ってる言葉の意味は理解してました。それはただ言葉を理解できたというだけで、自分で説明できるレベルには至ってなかったんです。みんな何かを知ればそれを説明もできるだろうと思っているんですが、実際は違います。みんな知ったかぶりをしてしまう。その知ったかぶり状態をちょっとでも抜け出すために有効なのが問いかけることです。人は問われて初めて考えることができます。こう思いませんかと言われて初めて頭の中でイエスかノーが浮かぶんです。相手に問いかける時のコツがあります。それは相手の気持ちを代弁することです。例えば今回の動画の冒頭、改めて工夫するとしたらこんな感じで問いかけるといいでしょう。誰でも面白い話ができるコツトップ10。誰でも面白い話ができる？でもそんな動画1本見るだけでできちゃったら誰でも YouTuber になれちゃうじゃん。そう思いましたよね。話すってそんな簡単じゃないし、私話すの苦手です。そんなコツをちょっと教えるだけでできるなんて嘘つかないでください。今そう思ってますよね。でも実はあるんです。跳び箱や鉄棒にもコツがあるように、話し方にもコツがあるんです。もしそのコツを知るだけであなたの話し方が明日から上手くなるとしたら、聞いてみたいと思いませんか？絶対に後悔させません。ぜひ最後まで動画を見てください。こうやって相手の心の声を代弁することで納得感が生まれますよね。こうやって心の声を代弁することでスモールイエスを取っていけるんですよ。まあ、スモールイエスっていうのは小さな承認を積み重ねるってことです。おお、そうだそうだ、そんなコツなんてあらずない。そうだそうだ、みんな YouTuber みたいになれちゃうじゃん。あーでも確かに鉄棒にはコツがあるな。話し方にもコツがあるのか。話し方にもコツがあってもおかしくないなっていう感じで、小さなイエスを積み重ねていくこと、問いかける回数を増やすイコール小さなイエスを増やすことができます。もしくは途中で話についていけなくなった時、相手が疑問を持った時、途中で疑問を解消することができます。これはスピーチでも対話でもめちゃめちゃ有効なテクニックなんで、もっともっと問いかけを増やしてください。仕事だったらこの言葉を使ってください。ここまで大丈夫ですか？みんな喋りすぎです。バーって不安だからたくさんのこと詰め込みすぎ。落ち着いてください。まずは全体こんなことを伝えたいよって話をして、こっから先話してもいいですかと聞くぐらいでちょうどいいです。確かに私問いかけあんまりしてなかったかもって今思っていませんか？もっともっと問いかけをしてください。面白い話ができるコツ第5位、家族、地元、10代の話をする。あなたは誰かと好きな映画の話で盛り上がったことありますか？好きな映画の話ってよほどお互いの趣味がドンピシャじゃない限り、どんなに映画について楽しく話せたとしてもそこまで仲良くなれないんですよ。音楽や漫画も同じです。私は趣味を通じて語り合うウェブサービスを作っていたからよく分かってます。映画とか漫画って表面上盛り上がるんだけど、実はそこまで仲良くなれないんですよ。というのも、どんなに映画
漫画、音楽の話をしていても自分という人間を理解してもらっていると互いに感じることがないからです。エンタメコンテンツにファンって大勢いますし、その一つの作品で盛り上がったところで、それはエンタメコンテンツについて盛り上がっているだけであって、相手の人間性にはあまり触れることができていません。デートで映画の話はするなという人もいます。じゃあ何話したらいいんだ。誰かと話して、あ、この人と話せてよかったなと思ってもらえる最高の話題があります。何を話していいかわからないとき、どうやったら会話が盛り上がるかわからないとき、老若男女問わずこの話題を使ってください。家族、地元、10代の話です。この話題をされて嫌な気持ちになる人は滅多にいません。あなたが両親の運転する車に乗った時、もし話題に困ったら、おじいちゃんおばあちゃんの話をしてみてください。つまり親の両親の話題です。ほとんどのケースで危機として話してくれます。おじいちゃんの若い頃、おばあちゃんの若い頃はと話をしてくれます。人間の性格というのは残酷な真実ですが、生まれ持った DNA と幼少期から10代の環境で決まると言われてます。もう18歳ぐらいで決まってるんですよ。そっから大人になっていって、常識と正論の鎧をゴテゴテと装着していくんですけど、土台の中のこの柔らかいこのベースの部分は18歳で出来上がってるんです。幼少期10代から性格が全く変わったって人いません。だからこそその人の鎧の奥にある人間の本質、ルーツに関わるような家族、地元、10代の話をすると、他の話題よりも自分のこと深く理解されたと誰もが感じるんです。両親はどんな人だったのか、どんな家庭だったのか、子供の頃はどんなことをして遊んでいたのか、どんな中高生だったのか、中学高校でのキャラクターはどうなのか。もちろんそんなね、質問攻めにしちゃダメですよ。あくまで質問例を言っただけですから。でもそうやって家庭、地元、10代の話を聞いてるだけで予想だにしない共通点が見つかるものです。自分の両親と似ていたり、昔やっていた習い事が同じだったり、スポーツが同じだったり、学校の雰囲気が似ていたり、似たような先生がいたり、共通点あるんですよ。で、自分のルーツに近いところで共通点があるというのは好感度を一気に高めることができます。もちろん相手がね、あまりこの家のことを話したくないとか、そういう雰囲気の時は無理に聞き出そうとしない方がいいです。私は困ったら家族、地元、10代の話をするようにしています。何回やっても良いコミュニケーションになると感じています。ぜひあなたもやってみてください。面白い話ができるコツ第4位、自分がやっていることにアドバイスを求める。話をするときにみんなカッコつけて自分を大きくよく見せようとするんだけど、間違ってます。私たまに20代の方から企業相談あるんですよ。で、すごく誠意ある感じだったら、いきなりアドバイスくださいじゃなくて、すごい謙虚でちゃんとお伝えしてくれたら、たまにお会いすることあります。企業相談したいですって言って会ってみると面白いことが起きます。みんなね、アピールするんですよ。別に私投資しようとも思ってないし、相談したいって言うからお会いしたのに、みんな自分がいかにすごいかってことをアピールするんです。かつての私もそうだったかもしれません。みんな不安なんです。自分のこと軽く見られないか、バカにされないか、対等に話せるか、みんな不安なんです。だからついついアピールしちゃうんですけど、相談したいって言ってお会いしてるわけだから、アピールされても結構ポカンってなっちゃうんですよね。どうしてもそうやってお会いした若手の起業家の中で一番印象に残ってる方がいます。その方は一切アピールしませんでした。ただただ愚直に私に対してアドバイスを求めました。その方の印象が抜群に良かったです。そして私の知る限り、その若手の起業家の後に大型の資金調達を決めて会社を成長させていきました。この話は前に話した相手に質問を用意しようと似てるんですけど、相手にアドバイスを求めるということは質問すると同じく存在承認になります。ちょうど最近も私運営している会員制のお店バーサウナで久しぶりにお会いした経営者の方と差し入れ飲んでたんですけど、私のプライベートについてアドバイスをもらいました。半分は本当に聞きたいと思っていて、半分はテクニックもありました。嘘つきました。正直91ぐらいでテクニックでした。けどね、アドバイス求めてみると、あ、確かにそうですよねっていう気づきがあるようなことを話してくれたんですよ。アドバイス求めてよかったなと心から思いました。会話自体も盛り上がりました。アドバイスっていうと経験豊富な人に何か意見を求めるとか、自分より無名の人とか、より専門家の人、よりプロフェッショナルの人に聞くようなイメージありますけど、全然そういう場面に限りません。例えば私がもうお会いすることないんですけど、もう女子大生の方とお会いすることがあって、そこで何か私がアドバイスを求めるとしたら何を聞くか、まあいろいろあるんですけど、例えば自分の髪型とか、今の若い子から見てこういう髪型ってダサいかな、どういう服装がかっこいいって思われるの、今着てる服装どうかなみたいに見た目であれば誰に対してもアドバイスもらえますよね。
男性でも女性でもそうです。こうやってね、アドバイスをもらおうという意識でいると、あることに気づかされるんですよ。いかに人間が自分が正しいという前提で喋ってしまっているのか、無意識にこの人たちにアドバイスなんてもらっても意味がないっていう状態になってしまってるんですよ。人間の思い込みって怖いです。何も悪気がなくても人の意見をシャットアウトしているのが私たちなんです。人からアドバイスをもらいましょう。そのアドバイスはどこかで聞いたことがある内容かもしれませんけど、そんな聞いたことある内容があなたをハッとさせて人生を大きく好転させるきっかけになるかもしれません。面白い話ができるコツ第3位、相手の反応を観察する。絶対に滑らない人はいません。相手に対して興味がある話しかしない人もいません。どうしても時には滑っちゃうし、相手が関係ない話をしてしまうことあります。みんなそうなんです。で、私がこれまで出会った人の中でいつ話しても会話が面白くなる話し上手の人がいました。私はこうやって今 YouTuber として話してるんで、もしかしたら話し上手って思われてるかもしれないんですけど、全然上手じゃないです。こういうスピーチはできるかもしれないけど、対人コミュニケーションのレベルはそんなに高くないです。今やもう鍛え上げられましたけどね、ベースのレベルは多分高くないです。私昔聞いたことあるんですよ。すごい話し上手の人に一体何をやっているんだと、どういうことを意識してるんだと聞いてみたんです。そしたらその人はこう言いました。相手の反応を観察していますと。例えば最近行って美味しかった飲食店の話題を始めた時に、相手があまり興味持ってなさそうだなと思ったら、素早く話題を別のものに切り替えることを意識していると。でも相手の反応を観察するって言っても一体どうしたらいいのか。ポイントは2つあります。1つ目、話を短くすること。これは先ほども言いました、途中で問いかけを入れること。相手が興味持ってないのに、理解できてないのに、バーって話し続けないようにする。そのためには話を短く切ること。そして次に2つ目、この2つ目がめちゃくちゃ大事なんですよ。今考えてみれば、その私が出会った話が上手い人もこれをね、完璧にやってました。ポイント2つ目、相手の目を見る。めちゃくちゃ大事なんですよ。すごく簡単なテクニックなんですけど、みんなね、相手の目を見て話してないんです。これ意識してやってみてほしいんですけど、相手の目をちゃんと見ながら話をすることで、その人が話についてこれているかが分かります。みんなね、目見てないから分からないんですよ。誰かと話している時もどこか違うところを見てしまっています。相手の目を見て話しましょう。それだけであなたの話は面白くなります。ただ一つだけ気をつけてほしいのは、私昔お会いしたファンの方で目を見すぎる人いたんですよ。目を見すぎ、うなずきすぎ。私と1対1で話してたんですけど、もう身を乗り出して、目の見すぎも怖いので、そのあたりは気をつけてください。面白い話ができるコツ第2位、頻繁に会わない。あなたが面白い話をしたいなら、思考停止で誰かと頻繁に会うのをやめてください。あなたがどんなに面白く話せるとしても、何度も同じ話をしていると飽きられます。相手の話も飽きます。例えば高校時代からの同級生一面と毎週集まって飲みに行く。最初は面白くても、だんだんとお互いの情報にアップデートが少なくなっていって、昔のバカ話か職場の愚痴で盛り上がるしかできなくなっていきます。人間も一つのコンテンツです。消費しすぎると飽きます。ラブラブなカップル夫婦とかこう言いますよね。私たちは本当に仲良しなの、全て心が通じ合ってて24時間一緒にいても全然飽きないし毎日楽しいの。こんな話をしている人たちが 100% 分かれます。24時間話し続けて楽しい、何話してんの。シンプルに、だってずっと一緒にいるんでしょ。だって相手の話全部知ってる内容だよね。何が面白いの。皆さん、頭の中お花畑やめてください。いつも一緒にいて楽しい関係がいい、もしそんなことをあなたが思っているなら、頭の中のお花畑を今すぐ全部燃やしてください。もう一回言いますが、人間も一つのコンテンツです。例外はありません。同じ映画を見すぎたら飽きるように、同じ人間も飽きます。これはもう絶対的なシンプルな法則です。だからね、会いすぎるのダメなんですよ。頻繁に会えば会うほど、あなたは面白くないコンテンツになっていきます。人生毎日人に話したくなる面白いエピソードがあるわけじゃないですよね。人と会って話すときって、前回会ったときからの自分の人生で起きたことを話していくと思うんですけど、会う頻度が高ければ高いほど、どうでもいいエピソードを話さざるを得なくなります。時間が空いてれば、その空いてる時間の中で起きた面白かったこと、この上積みだけを取って会話は盛り上がります。でもこう思いませんか。じゃあ一生に一回しか会わない方がいいのかよと。それもね、一理あると思いますよ。例えば旅先の海外で出会った親切なおじいちゃん、いつも一緒に過ごしているおばあちゃんにはめちゃくちゃ口が悪いかもしれないけど、その瞬間親切にしてもらったら、あ、すごくいい人だな、あ、
こんなに素晴らしい人がいるんだってその時だけ出会ったから思いますよね。ひと夏の恋がテーマの曲とか歌詞よくありますよね。深く関わりすぎないからこそ相手に幻想を抱いたままでいられる、短い時間だからこそいい、これ確かにあるんですけど、じゃあだからといってね、一度会った人と二度と会わないのがいいのかと、もう一度でも会ったら姿を消すべきなのかと、そこまでは言ってません。良いところも悪いところも含めて長く深く関わる人間関係にも奥ゆかしさ素晴らしさがあると思うからです。けどこれはもう程度の問題で、一緒に長く過ごすにも限度があります。どんなに仲のいい友達同士、夫婦同士、恋人同士でも、会いすぎ話しすぎはうまくいきません。コンテンツがどんどん消費されていくからです。じゃあどんなペースで人と会うべきなのか、それは次の2つの要素によって決まります。1つ目、相手との相性、話していてお互いにストレスを感じないのか、ツボが近くて会話が盛り上がるのか、これは相性次第です。2つ目、共通の趣味や活動があること、一緒にやることがあると共通の話題が増えます。例えば子供ができた夫婦は子育てが共通のプロジェクトになるんで、子供を通したコミュニケーションが増えます。人間関係を良くしたいんであれば、ただ会話の量を増やすんじゃなくて質を上げるべきです。この言葉を覚えてください。人と会う時は神回縛り、あなたが人と会う時は全て神回にしてください。例えば YouTube でとりあえず量重視で毎日投稿する YouTuber と、2週間に1回しかないんだけど渾身の神回だけを投稿する YouTuber、 どっちの方が伸びると思いますか？間違いなく後者ですよね。めちゃくちゃ面白い動画を作ればまた次回も絶対見ようと思いますよね。ハンターハンターはどんなに救済してもみんな読むし、スラムダンクは連載終了から15年以上経っているのに劇場版に人が押し寄せます。中国でも大人気だと聞きます。なぜか、これまで出た全ての話が多くはなくても神回しかないからです。期待値が下がらないんです。この作品は絶対に面白いっていう信頼がある。私たちが人間関係で目指すべき状態は同じで、全てを神回にすることです。期待値を下げないこと、自分が会った相手には、あ、今日この人と話せて本当に良かったなと思ってもらうこと、それができないのであれば、頑張る気がないんであれば、勇気を持って会わない、話さない、惰性で人と関わらない、これが良い人間関係を維持することです。でもこれ話すとみんなこう言うんですよ。そんな気使いたくないよ、なんで相手を楽しませなきゃいけないんだ、仕事かよ。別にそんな頑張んなくても、面白い話をしようと努力しなくても、もっと楽して関われる相手と一緒にいたいよと。それははっきり言いますが幻想です。努力なしに成り立つ人間関係はこの世界に存在しません。だって考え方の違う他人なんですから。どうやったら相手が喜んでくれるだろうか、相手のことを理解できるだろうか、これを考え続けるしかいい人間関係を築き続ける方法はありません。あなたが人と会うとき、特に長い時間をとって食事とかお茶とかで時間をとるときは、必ず神会にしてください。ではここでお知らせです。私はこれまで6万名以上が受講したプログラミングスクールテックキャンプを運営してます。テクノロジーが進んでいる世界の中でプログラミングができる人の人材需要はどんどん高くなってます。企業がエンジニアを欲しがってます。未経験から IT 業界に行きたい方、キャリアアップしたい方、収入アップを目指したい方、将来副業もしたい方、そんな方にはプログラミングスキルを身につけることを本当にお勧めしたいです。テックキャンプを受講して IT エンジニアになった多くの人がその後のキャリアで年収アップを実現しています。中には年収1000万を超える人もいます。毎日無料カウンセリングやってますので、少しでも興味を持ってくれた方はぜひ概要欄のリンクからお越しください。面白い話ができるコツ第1位、ネタ作りに投資する。あまり知られていない真実があります。なんとお金を突っ込めば確実に回収できる利回り 1000% の驚愕の投資があります。株でもありません、投資信託でも FX でも現代アートでもありません。そんな素晴らしい投資とは何か、答えはネタ作りです。ネタ作りに投資をするというのは、例えば周りの人があまり行ったことない場所に行ったり、普通の人が避けるようなストイックなことをしたり、普通の人が買わないようなものを思い切って買うことです。面白い話につながるネタ作りへの投資は確実に回収できると私が断言しておきます。理由は3つあります。1つ目、面白い人だと思われるチャンスが増えるから。人と違う経験を持っている人、面白いですよね。もっと話聞きたいと思いますよね。飲み会で面白い経験をしている人がいたら、この人面白いなと人の記憶に残って、仕事のチャンスにもつながります。2つ目、人と違う体験をすることでアイデアが増えるから。人と違う発想は人と違う体験をしないと生まれません。みんなと同じことをやっていても同じ発想しか人はできないんです。人がやってないような体験をすることで自分だけの発想が生まれて、それが仕事につながることもよくあります。こうやって間接的なわらしべ長者式ではありますが、ネタ作りへの投資というのは経済的にも自分に返ってきます。ネタ作りがリターンにつながる理由3つ目、価値観が近い人に出会える。人とは違う体験といっても何かしら自分が興味がある分野のはずです。そういったところで出会える人というのは面白い人が多いです。自分とより価値観が近い人に出会うことができます。人との出会いイコール人生ですから、いい人と出会えるだけでも十分に元が取れるでしょう。このようにネタ作りへの投資というのは、
間接的にですが確実に自分という人間の価値を引き上げることにつながります。私がそのことに初めて気づいたのは高校時代にママチャリで旅をした時のことです。私ずっとバスケをやっていたんですけど高校では顧問の先生と馬が合わなくて途中でやめました。暇になりました。なんか面白いことをやろうという思いで中学時代の友達を集めて高校1年生の時と3年生の時にママチャリで旅に出ました。1年生の時は往復6時間、2年生の時は往復32時間チャリを漕ぎ続けました。これ夏休みにやったんですけど夏休みが終わって授業が始まった時にその話題を出すとすごいみんなに興味を持たれました。すごいのお前、バカやなお前といじられつつであるもののネタになりました。私は気づきました。実際チャリ旅めちゃくちゃきつかったんですけどこれはね美味しいと。大学時代何をやっていいか分かんなかった私はインターン先の先輩の紹介で一人でプレゼンコンテストに出ました。運よく優勝することができてそのことで箔がつきました。投資家の方からもこの実績すごいねと言われました。ベンチャーキャピタルから出資を受けることにつながりました。いや別にプレゼンコンテストなんて投資じゃないだろうと思うかもしれないんですけど必死で準備してたんでバイトもできなかったですしインターンも行けなかったですしもう時間もめちゃくちゃ投資してその時周りはみんな就活してるんですよ。みんな就活してる中で一人だけコンテストに命をかけた。それがそのうちにどう繋がるか分かんなかったけど、まあ、これも一つのネタ作りだなと思って思いっきりやったところどんどんいい結果につながっていきました。在学中ほぼ全財産を使って MacBook を買いました。なぜ買ったか、かっこいいからです。当時は学生で MacBook の最新を持ってるだけでお前すげえなそれ自分で買ったのって言われました。私の貯金ほぼ全てを使って買いました。その MacBook は5年以上使って私はそのパソコンでプログラミングをして最低でも数千万円以上は稼ぎましたし後の教育事業にもつながりました。私車時計ハイブランドにはどうしても興味が持てないんですけど食とかホテル旅館には興味がありました。こういったものは正直ネタ作りだと思ってまだ収入が多くない頃も背伸びしていろんなレストランホテル旅館行ってみました。その時にラグジュアリーな体験をしてみたことが今の事業作りに生きてます。自分でもお店を作ることになったからです。もちろん何か高い買い物をしたからといってそれが必ずしもいい結果につながらないこともあります。百発百中ではないんです。だけど思い切ってネタ作りだと思ってやってみたことはそのほとんどが後に思いもよらない形で自分に大きなリターンをもたらしてくれたんです。まあ、考えてみれば起きていることっていうのはシンプルです。人と違うインプットをすれば人と違うアウトプットが出る。起きたのはただそれだけのことです。今回は面白い話をするコツというテーマでした。ここまでお伝えしたようなテクニックは大事です。でもやはり土台となる人生の体験、これが全てです。皆さんどうせお金を何か無駄なものに使ってしまうんです。どうせお金使うんだったら思わず人に話したくなるようなネタ作りに投資しましょう。ということで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。私は YouTube だけじゃなくてインサイドストーリーズという月額サービスもやってます。1日1つ魂を込めて記事作ってます。ぜひ1週間無料試してみてください。今回動画面白かった、役に立ったと思ってくださった方はぜひ高評価コメントしていただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録も忘れずにお願いします。では今回の話を復習していきましょう。面白い話ができるコツ第10位、失敗エピソードを話す第9位、滑った時の切り返しを暗記しておく第8位、人と会う時は話すことを事前に作る第7位、斜め上の比喩表現をさらっと言う第6位、相手に問いかける回数を増やす第5位、家族、地元、10代の話をする第4位、自分がやっていることにアドバイスを求める第3位、相手の反応を観察する第2位、頻繁に会わない第1位、ネタ作りに投資する。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも人生にサプライズをテーマに動画を上げていきますので応援よろしくお願いします。よかったらおまけトークもご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。おまけトークです。最近私が失敗したなというか勘違いしちゃってたなって思ったことがあって、バーサウナでシングルデーっていうのをやってみたんですよ。シングルデーっていうのは水風呂の温度を10度以下にしたんです。普段は16度台でかなりちょうどいい温度なんですよ。これ藤森さんの提案もあって決まったんですけど、かなりちょうどよくてすごい整います。でもね、私正直言えば液体窒素でもいいと思ってるんですよ。冷たければ冷たい方がいい。動画見た方もいると思うんですけど、私は4度とかの川に飛び込んでますから、もう16度ってもう揚げ油ぐらいなんですよね私にとって。でもみんなね、最初は冷たいの苦手じゃないですか。でもね、いつか私がみんなの扉を開いてあげないといけないなと、シングルの扉を、うわこんな世界があったんだ、冷たい水温最高ってね、そのシングルで前もって告知してみんなの扉が開かれることを楽しみにしてたんです。もちろん事前にこの日は水温冷たいですって言ってますよ。で、参加者の感想を見たら大半が冷たすぎる、いつもの温度の方が好きだったって書いてました。いや、やっぱりね、私壊れちゃってますね。